実は出先でね、歯ブラシ2本ね、月用で買ってきました。ペペカードの購入ですが、ビザタッチ決済はちょっとねできなかったんですがね、今はね、あの J-WAVE ね、長谷川美のスタートライン楽しみの番組聞いてるところなんですよね、ヘッドンで、ね、あとは強行免許官はね、アベマでね、プレミアリーグから始まり、あのそのね、前日のね、10日の夜から始まってね、アニメはね、結構ね、アニメはアベマでね、Apple TV ホッケーで見れるので、プレミアム会員なんで、それで登録せいですね。で、Vlog には貼ってませんから、ね、話するとね、アベマでね、ソフトバンクで、ね、プレミア、アベマプレミアを踏まえて 20% バックなんで、ね、で、携帯で申請に入れるかなと思ったら、今日ね、iPhone の代金にね、iPhone でカードの代金にね、即時払いになっててね、まあカードで、まあ1ヶ月を即時支払いとくわけにはいかなかったんですが、PayPayカードの、あのね、ポイントにも換算するんですね。1ヶ月で損するだけなんで。で、あとは、今日これで、ね、これ、あ、この松木の100、2つで192円ですね。松木の時代の方が82円でね。110円で、ね、で、母のせ、マック、イオンケース、イオンのクオリティに返すぐらいのちょっとビッグで買い物で、マクドナルドもね、モバイルオーダーね、M サイズコーヒーやけど、スーパーペーペックポンでね、ウォーキング風景と、あとね、アニメで登録してね、それでね、アベマプレミアでね、見た時です。あのね、鬼滅の刃見てましたという報告にはね、スパイファミリーも2話見ましたね。あとは、アップルミュージックシングルはね、これ歌ってましたよ、報告をね。その時と、に、何回じゃないですかね、それで入れてますのと。そうですね、ドゥエンドはね、昨日で28日、18日ですか、なんかね。で、ウォーキング風景とか、その前から。では、どうぞ。あ、昨日ね、ウェルシアでね、昨日はね、ジェニフンパン作りでね、ベーコンピの工程ちょっと入れてますが、で、どこにも渡れたんですが、で、ね、フィンガーフード作って食べてるシーンや、食ね、バゲット買ったシーンやね、バゲット買ってね、116円で安いので、ウェルシアでね、久しぶりに買いましたね。アベマでね、プレミアリーグで、今日までかな、なんかね、前節の試合見ながら、ちょっと待って、アップルミュージックシングルでね、これね、カミラカペロのね、なんかね、バンバンバンだっけ、エドシーラーのね、これね、素敵な曲ね、おしゃれな曲、それをね、アップルミュージックシングルでこう塗っててます。これマックマークじゃないんですけど、マイク側に持って。はいね、一時しましたからね、決め、雨までね、プレミアムカメラだったんだけど、鬼滅の刃はね、見始めてますね。で、じゃあもうかわいそうなことで、ね、ちょっとね、これ、あんまり。もう分かったんでね、そこのことはしたんで、ちょっとね、あーっていう感じだったんですがね。母をね、お得なイオン系列、会話地、今の会話地から資料地あるね、ドベッキーのセットね、僕は休憩場所に行きまーす。じゃあ、マクドナルド、スーパーペーペークーポンでね、あれです、ね、50ポイントずつ戻ってくるそうです。モバイルオーバーでは M サイズコーヒー100円です。こちら、3180円のね、昨日の美容院のね、なんか5% のね、朝割り聞いたの、午前割り聞いたのもあって、10% のアンケートも聞いて、3180円で、ね、今週夕方毎日残してます。ウォーキングでーす。ナンバーエスさん、浜崎美穂さんのスカロケ聞きながら、今日は犬の日みたいですね、なんかね。いやね、ティーバーで第5の台所ね、金曜日に、ね、山本英二さんの公安料理を見ながら、iPhone から、ね、ソフトバンクスの並びでね、バスケ、B リーグ見たんですが、それはちょっとね、iPhone 撮りながらできないので、ね、うちはね、旅行食社会ね、ドラマハンスペンが一代からすごい好きだったんでね、そういう、カラオケ、アップルミュージックシングル楽しんでました。スパイファミリーね、見て、1話ね、アベマプレミアムでね、見てましたね。ね。
まだ3人か別々はないんですがね、まだお母さん出てくる前ですね。今日はね、アベマで FIFA ワールドカップね、アルゼンチン対フランオランダね、優勝したアルゼンチンとね、世界一攻撃的なサッカーとね、スペインを並び勝ちするオランダね、三笘薫のね、アベマプレミアムで見られる、アベマでプレミアリーグで見られる、ね、三笘薫のね、ブライトンの、まあ、マクアリスタとね、同じ、アベマで、もう、こっちはプレミアム会員限定の試合ですよ、前ね。マンチェスターシティね、のアルブラですだっけがスタメンです。いや、パン作りには今、ね、目玉焼きです。じゃあね、全部踏んだパン生地ですね。ベーコン焼き改良版。こんな感じでエピ作る前でーす。こっち。じゃあ、後で返しまーす。で、6枚。こちらベーコンエピでーす。ゼリフンのね、パン作り、引き上げました。アップミュージック、アップ TV の神話クエスト見ながらです。神話クエストで、リトルアメリカ見ながらですね。こちら、スパイファミリー第3話、第2話見終わったのと、今日ね、YouTube ショート料理動画にもつけたね、YouTube にはね、ニュージーンズのね、日本でも話題の K-POP ね、あれをね、アテンシその話題に最初話題に行くアテンシ歌ってみた動画アップミュージックシ歌ってみたね動画もあるんですがアップミュージックシングで練習しました。よしよロベットカモシカあれですねプレミアリーグとかねサッカー観戦深夜見るようにね食用に冷凍して保存しておきます切ってね。じゃあ、ウォーキン。坂道も終わりになってきました。すごかった。うん。ウォーキンでーす。もうそうだね。水木小松さんとトトって言うのがですね。世界三大ギターですよね。なんとか試合実機してほしいけどね。今日はね、テッドラスト破天荒コーチが行く便ながら、その前にジョン・メイヤーのラストトレインホームね、アップルミュージックシングルでね、カラオケしましたね。録画しました。こちら、フィンガーフードね、バゲットってね、安く買えるんで、店で買ったバゲットでね、購入、ね、食べまーす。オリーブオイルとベーコンの黒胡椒、Apple TV プラス窓際の炭だから。深夜サッカー観戦用に買いました。こちら松京で歯ブラシ2本。82円のね、松京ジャンとライオンの110円のね、そして110円ペイペイカードで支払いました。ビザタッチ決済が今日もあったところなんですが、ナンバーでしたので。じゃあね、Apple TV を送って、今ね、アベマーってね、呪術廻戦見てます。プレミアムの。プレミアム会員ね、ソフトバンクまとめてしまうんで、カード引くとしてね、で、BTS のね、ジャンクのね、ワールドカップ曲、ドリーマーズね、アップルミュージックシングルで歌ってました。